さんこんにちは。ピアノ教室の校長星名陽子です。私はですね、今回フランスに旅行に来ているんですけれども、パリから始まって、ルアン、そしてルアーブル、ドルタ、そしてまた今度逆走しましてですね、ストラスブール、そしてコルマール、今またストラスブールにいてですね、これから、ドイツに移動するところなんですけれども、少しですねビジネスの話をできたらいいかなと思います。私が旅行中ね、出会った素敵な風景に乗っけながらですね、この音声聞いていただければと思います。今回ね、フランス旅行に来て、いろいろ感じることがあったので、ビジネスと、ね、関連付けてお話できればと思うんですけれども、ビジネスで大事なことはですね、ビジネス、ピアノ教室経営ですね、おいて大事なことは、長期的な戦略と、短期的な戦略、この2つをですね、同時に意識する必要があるんじゃないかなと思います。短期、それはですね、今回、いろんなところでですね、フランス旅行でいろんな歴史的建造物を見たんですけども、例えば、ルアンだったりストラスブールだったりですね、なんとですね、そこにこうプロジェクターマッピングとかですね、映像技術をコラボしてですね、なんか素敵なこう空間を作り出してたんですね。古い建造物のとこにプロジェクターマッピングで、現代的な、ね、映像を載っけたりとか、ストラスブールでもですね、広場のところにこうなんとかね、映像のシートを張り巡らされて、そこにこう映像を映しながら、バックにはノートルダム大聖堂ね、ストラスブールのノートルダム聖堂がこう見えるような、すごいこう不思議なね、現代とこう歴史的なもののこう融合っていうのを見ながら、これどっちも大事だなと思ってですね、歴史的建造物っていうのはこう長くね、人に愛される、長くこうやってこう残り続ける、こうやっぱ長期戦略だと思うんですよね。でもこう現代やっぱこうそれはやっぱ人を集めなくちゃいけない、集客だったりする、今この瞬間人を集めなきゃいけない、短期戦略ですよね。そういったものがこう見事に融合されてたかなと思うんですけども、ピアノ系でも全くそうで、まずは短期戦略、今のね生徒数が一体何人いるのか、そして、その生徒数で売り上げって出てきますよね。もう一番大事なのは、私は生徒数ではなくて、売上の方にぜひ皆さんには意識してほしいなと思います。生徒数がたくさんいても売上が上がってないお教室たくさんあります。逆にですね、生徒数が少なくても売上がしっかり上がってるお教室、やっぱりこれはですね、経営者、ピアノ指導者のですね、やっぱりエネルギーがねだいぶ違ってきますので、薄利多売、安売りしないようにですね、しっかりとですね、生徒数もいるけれども、売り上げもしっかり上がってるようなね、教室になっていただければいいかなという、これは短期戦略ですよね。これに合わせてですね、今度長期戦略、長い目で見てちゃんとその教室が、皆さんが一体いつまでね教室を続けていたいのか、この辺の数字も私掴んでましてですね、多くの先生はですね、はっきり言ってですね、死ぬまでやりたいと、もしくはですね、体が動くまでピアノレッスン、ピアノ教室やっていたいというお話をですね、されるんですね。まさにそうだと思います。すごくですね、ピアノ教室っていうのは長期戦略的に言うとビジネスとしては強いんですよね。なぜかっていうと、定年がないですよね。いつでおしまいっていうのはないです。元気だったらね、若々しく、あんまりヨボヨボになってですね、ピアノ先生やっていたくないなって私は個人的に思ってるんですけども、若々しくね、あられれば、いつまでもピアノ教室やっていけると思うんですよね。なので、長くやり続けるっていうのが大事ですよね。長期戦略すると、長く生徒さんにいてもらう、もしくはですね、生徒さん、ここすごく大事なとこなんですけど、生徒さんっていうのは必ず辞めるんですよ。必ず辞めるんです。その辞める、年数に違いはありますよ。A っていう教室はね、割と10年サイクルで生徒さんがくるくる回る。いや、 B っていうサイクルは15年、周期で生徒さんが回る。もしかしたら C っていう教室、20年周期でねやってる、すごい
長期的なねお教室もあれば、いやうちはもうね 7,8 年でね生徒さんが入れ替わっちゃうのよっていうお教室もあります。それはそれでいいんです。なので自分の教室の生徒さんのサイクルを見極めることが大事ですね。それによってよくね今生徒さんいっぱいだから教室募集も今終わってるんですよ、やめてるんですっていうお教室さんいらっしゃるんですけど、これこの長期戦略しっかり見極めてやらないと大変なことになっちゃいます。例えば一気に生徒さんが辞め始めるとかね、一斉のせいで募集してその生徒さんが、まあ、中3とかになって今度一斉のせいで辞めていく、こんなことよくあることなんでですね、長期戦略で、長く安定してですねお教室に生徒さんが来るようなお教室を目指していただければと思います。ぜひですねまたビジネスの話もねできたらと思います。それでは失礼します。